塩川君。日本共産党の塩川哲也です。最初に菅総理が冒頭お話もされました、政府自民党の要職を務めていた田野瀬太道文科副大臣、松本純自民党国会対策委員長代理、大塚隆自民党議運理事の緊急事態宣言下の解職についてお尋ねをいたします。菅総理は自ら任命した田野瀬文科副大臣が国民に外出や会食の自粛を求めながら自らは守らず深夜の銀座で会食していたことについて田野瀬副大臣を更迭処分にしました。また田野瀬、松本、大塚参議院について自民党として離党勧告の処分を行いました。そこで菅総理にお尋ねをいたします。菅総理は田野瀬文科副大臣については更迭する処分を行いましたが、菅総理自身が行った会食については処分はなくお詫びだけでありました。この3人の会食と菅総理が行った会食と一体どこが違うんでしょうか。菅内閣総理大臣。私の会食については大いに反省をしているところであります。私自身のその会食の際に緊急事態宣言でもありませんでしたし、当時10時までの許されていたというふうに記憶をしております。ただいずれにしろあってはならないことだと大いに反省をいたしております。塩川君。冒頭の話の中にこの田野瀬副大臣が今日まで明らかこの日まで明らかにしなかったと、会食の事実を明らかにしなかった点を指摘をしました。会食の事実を明らかにしなかった、事実を隠した、嘘をついたから更迭や離党勧告という処分を行ったというなら、1年以上嘘をついていた、事実を隠していたのに何の処分もない安倍前総理の場合と一体どこが違うんでしょうか。菅内閣総理大臣。安倍総理につきましては先般その自らの発言の相違点についてこの議運の委員会の中で説明をされてきたのじゃないでしょうか。塩川君。まさに政治への信頼が問われている大問題であります。政府与党の幹部が深夜の銀座で会食するという感染症対策に逆行することを行ったときに、国民事業者に罰則を課す法改正を求めることは国民の理解は得られません。総理にお尋ねします。コロナ対策について総理は専門家の意見を聞いて判断すると述べてきましたが、感染症法改正に関して議論した専門家の会議、厚生科学審議会感染症部会では罰則に反対する意見が多数でした。罰則導入は国民の不安差別を助長させ、保健所業務に支障をきたし、国民の協力を得にくくし、感染コントロールを困難にすると厳しく指摘がされました。総理にお尋ねします。こういった専門家の意見は聞き置くだけで、その意見は無視をするということですか。委員長。西村大臣。総理、感染症法等の改正につきましては1月15日の感染症部会で議論を行い、罰則を設けることも含め改正の方向性について慎重な運用が必要といった趣旨の指摘も多くありましたが、最終的にはおおむね了承が得られたと聞いております。また今般の法案については先般の与野党の協議を経て罰則を過料にするなどの修正が衆議院で行われたもので行われたところでございます。いずれにしましても今後法律案が成立した場合、現場の声をしっかりと受け止め人権に配慮した丁寧な運用に努めることとしております。塩川君。総理、質問を続けてください。厚生科学審議会感染症部会において保健所の所長は罰則導入が知事会の要望だというが、保健所から知事に対し要望を挙げてくれと言われたことはないと述べております。公衆衛生の現場の声に耳を傾けない姿勢ではコロナを抑えることはできません。罰則の導入はコロナ感染で不利益を被る国民事業者を犯罪者扱いをし、国民に責任を転嫁をして国が行うべき補償を免れようとするものであります。国民事業者医療機関への正当な補償こそ法律に明記すべきであって、総理、罰則導入は撤回をすべきではありませんか。総理、総理、総理、
法制提示の議論、あるいは憲法29条に係る判例など、私ども法制局と慎重に整理をした上で、今回の改正法において、実効性を高めていくために罰則の導入と、そして、事業者の皆さん、影響を受ける方々への支援を講じるという規定も置かせていただいたところであります。いずれにしましても、事業者の皆さんにもさまざまな影響がありますので、この規定に基づき、しっかりと支援を行っていきたいというふうに考えております。塩川君。政治への信頼が問われているときに、総理が答弁をされないと、このことが厳しく問われていると申し上げて、質問を終わります。